ゴールキーパーが堀田大輝です。ディフェンス4バック右から川野柳、そして今シーズン初スタメンの濱田瑞希が入ります。徳本周平の4バック、ダブルボランチは本山と河合、右に田中、左にハン・イゴン、そしてトップ下にステファン・ムークで、ワントップにミッチェル・デュークが入ります。一方のアウェーチーム大宮アルディージャの今日のスタメンです。こちらは2人変えています。ゴールキーパーが志村です。ディフェンスは4バック右から茂木、新里、西村、吉永、ダブルボランチは栗本と小島、右のワイドに小野正人、左に元岡山の矢島慎也、2トップは今日川田が5試合ぶりのスタメン、泉沢と2トップと予想しています。そして濱田瑞希です。コミュニケーション能力は本当にチームの中でも一番というふうにも言われている選手です。長いボールを前線に送っていく。さあここはショビナ、田中雄大、セカンドボールを奪えればチャンスです。カノ狙ってきたがどうだと、狙いとしては面白いシーンでした。関西学院からやってきた、ルーキーですけれども本当にもう主力になってます。立つけてステファン・ムーク、濱田左へ、徳本周平裏を使っていく。さあここは背後を残せるかどうかですが、さあ中入れた、ステファン・ムークには通らず後ろからサポートあって、徳本周平狙ってきた、決まった、先制、ファジアーノ岡山、徳本周平今シーズンの初ゴール、2試合ぶりのスタメン、見事期待に応えました。何度もね、ハンがこういうところで仕掛けていきましたし、またのりのこのムークのパスでしたけれどもね、こういうチャレンジがあったから、この徳本がこの後ワンドリブルで顔を上げる時間がこうやって作れたんですよね。プレッシャー、この画面見ても映ってないですけれども、そういう意味では、ああいう積極的な仕掛けからこの綺麗なシュート、本当に素晴らしいゴールが生まれたと思いますね。はい、泉沢ドリブル見せる局面ですけれども、人数的には今岡山はしっかりと戻っています。ですので後ろからもう一度作り直していこうというところ、茂木を使って、小野正人は中央を使います。矢島慎也からのパス、競り合ったセカンド泉沢、その前で川野、まだあります、吉永勝利、中入って矢島慎也のシュート、一つ収め込んどいて、そこから変化をつけてスピードチェンジ、そして右足のシュート技術で枠を捉えるという意味では、矢島慎也らしいシュートだったと思います。浜田柳、こういったところ、さらにはハイゴン、宮に寄ってきてハイゴンをフリーにさせるイメージ、ドレボレーだ、これデザインしてましたね。そうですね、本当にデュークを気にさせといて空いたスペースでというところ、ハイゴン叩きつけたかったところですね。そうですね、デューク、ヘッドで落として田中雄大のところ流れていきました。川野良介、こういうところでも前向きでフリーでシュートを振り抜かれてしまいますからね。武田狙ってきた、セカンド押し込んで決まりました。最後は西村圭介が押し込んだ形になったか、いずれにしても大宮アルディージャ1対1同点、セットプレーから追いつきました。堀田よく反応しましたけれどもね、ボールの質も良かったですし、きっちり詰め切った西村、非常に素晴らしい攻撃の形だったと思います。非常に素晴らしいものがありましたね。以前はハイラインだったのが少しこう押し下げられている印象になっています。今度は小島が運んで血を出してシュートへ、右へ流れていきました。菊池俊介、決定機でした。ストライカーらしいプレーを見せてくれましたし、本当にいい形を大宮が作れるようになってましたね。はい、川野の右足、ヘッド、浜田、つらい時それを支えてきたキャプテンがここで結果を出した。浜田瑞希フリーで入っていきましたけれども、少し最後のところにボールによって飛び込んだんですよね。それにより空中戦に強い西村の前で触ることができたことでゴールに結びつきましたね。
まもなく90分という時間帯です。まだおそらくアディショナルでもわからないというそんな展開です。ヘッドで競り合っていきました柳。さあこのボール成瀬、成瀬少し時間を作って後ろの上がりを流しておいて川野が上がってきた。川野のクロス、斉藤和樹、セカンドチアゴアベス引きつけて左足来た。勝ち越し岡山、90分最後体を投げ出したセンターバック陣。このためを作ったドリブルからのオーバーラップ、そしてね、速いボールでしたけどここでモーション入るんですよね。チアゴアウベスらしい落ち着いた左の大きな振りをフェイクにしてからの切り返し、素晴らしいゴールでしたよね。栗本も食いつかざるを得なかったですね。はい、大宮もこういう形でね、2点を追わなければいけないというシンプルな形でクロスを入れる、そしてこぼれ球を回収してシュートに行くというところ。そしてここで試合終了の笛。ファジアの岡山今日は4得点、大宮も2度得点をして、まあ、追いついた展開ではあったんですが力及ばずという試合になりました。